はい、こんにちは、みぼうずです。今回のね、ダートラリー 2.0 も前回と同じくコリン・マクレーの軌跡をね、続きをやっていきたいと思います。で、続きのイベントは1988年ウェールズとなっております。損傷したエンジンマウントのまま順位を落とさずに、まあ5位以内でねフィニッシュしましょうってことです。使う車がね、プジョーの 205GTI となっております。それでは本日もよろしくお願いします。 5、4、3、2、1、GO。 はい、スタートしました。まあね、最初ね、エンジンが損傷、エンジンマウントが損傷している状態、どういうことかというと、すさまじく加速が鈍いですねまあ右下のね、インジケーターもね、エンジンマークが赤くついてますけど、まあオレンジか。とりあえずね、ブリ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 言ってね、全然回転数が上がりにくい状況になってますよね。だからこういう細かいコーナーが続くとね、結構それはそれで難しいです。なんていうんですかね、そのスピードの維持が大切なのに、まあいつもの感覚でブレーキしてると加速していかないんでね、スピードが落ちすぎちゃう可能性があるんで、そういうところをちょっと結構気使ったかなと。まああとはね、FF をねあんまり扱ってないんでね、 FF の乗り味独特だなって感じのところですかね前回のね、ミニクーパー S もそうなんじゃねえのって話なんですけど、まああれはあれってことでね、パワーがなかったんで、そういうところがね隠された部分ではあるんですけど、まあ今回のやつはね、まあそれなりのパワーがあるやつなんで、まあちょっとね、微妙って感じの乗りにくさでしたね。何よりもね、その加速しないのが一番乗りづらい。まああとは5位以内でフィニッシュしろっていうことなので、まあトップを取る必要はないんですよね。まあですからね、まあ無難に走り切ろうっていう感じで走ってました。まあ SS の方はね、結構アップダウンがあって、まあそのブラインドも結構多いんでね、そういう意味では難しいかなと思います。で、あとね、路面が濡れてるんで、その分ちょっと滑りますね。そう、晴れてはいるんですけど、路面がちょっとウェットな感じなんですよね。まあとりあえずそんなところです。もう半分過ぎたんでね、じゃあ残り半分はまあ映像のみでお楽しみください。はい、ゴールです。上の方にはね、2位としか出てないんで、実際のところは何位なんだろうってところですけどね、一応ね、最終セクターだけはグリーンでした。はい、一応条件達成ですね、5位に入ったので。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、じゃあ次はね、1989年スウェーデンのイベントとなっております。マシンを損傷させず、このファイナルステージを15位以内で終えましょう。
で使う車がねフォードシエラコスワースですね。またあんなねハイパワーの FR でね雪を走らせようっていうのがおかしいんですよ。まあってことなんで15位以内っていう風にしてるでしょうね少しでも難易度を下げるために。まあでも難しいことには変わりないです。はい、じゃあそれでは行ってみましょう。スタート6ライト50、3レフトタイトゥーン、グッドラック。5 4 3 2 1、はい、まあ今までねあんまりこのスウェーデンのねダートラリーではスウェーデンをやってこなかったんですけど、理由としては簡単です。ここ難しいんです本当にそれをね FR でやんなくちゃいけないっていうね本当に苦行ですよ。ああいうとこねこのねシナリオもね初期の方のやつを終わらせてね早く4区に行きたいってところですよね。本当 FR は難しい、やっぱり難しい。まあちょっとねゆっくり気味に見えるかもしれないんですけど、これが限界の速度です勘弁してください、これ以上スピード出せません。難しいですね。で実際のねまあスウェーデンラリーだけに限らずね、ラリーではこの雪のところだとこの雪の壁も利用するんですよね確か。まあ WRC じゃもう一般的な手法らしいんですけど、結局その雪の壁にね車を当ててね車を止めるっていうテクニックを使うそうです。もちろんねハードヒットさせないですよハードヒットはさせないんですけど、まあだからね逆にスウェーデンなんかだと雪が少ないとねそれはそれで難しいらしいですね、やっぱり。まあでもね WRC 見てるとね本当雪でもありえない勢いで走ってますもんね。本当にあれはすごいですよ、本当に頭のネジがぶっ飛んでるとしか思えない。まあこれでもねジャンプなんて言ってますけど、ジャンプする速度まで出せてないっていう話ですよね本来であればジャンピングスポットなんだろうけど、まあ他にね喋る内容もそんなにないので、残りはねまた映像のみでお楽しみください。イントゥー5レフト100オーバーバンプ4レフトベリーロングタイトゥーン。キープレフトオーバー34ライトキープインオーバークレスト33ライトオーバークレストオープンベリーロングタイトゥーン。イントゥー3レフトベリーロングオープンミドルオーバークレスト50 6ライトオーバージャンプベイビー30アーリー5レフトオーバークレスト&6ライトイントゥーモーション6レフトタイトゥー3イントゥータイト3ライト50キープライトオーバークレスト403レフトタイトゥーイントゥー4ライトオーバーディップロングイントゥー6レフトベリーロングオーバークレスト70ディップイントゥーコーション4レフトタイトゥーオーバークレストイントゥー6ライト36レフトオーバークレストジャンプオープン80オーバーバンプ4レフトベリーロングイントゥー3ライトタイトゥー40アーリー6レフトオープンオーバークレストロング60キープライトオーバークレストイントゥー4レフトタイトゥーイントゥー4ライトロングオープンミドルオーバークレストコーション32ライトロングタイトゥーオープン50クレストイントゥー6レフトロングタイトゥー2ロング36ライト30オーバーフィニッシュ5レフト2ストップ。はい、修行も開けてねゴールしました。まあやっぱり大変だったねまあ見ててわかると思うんですけど、まっすぐもねまともに走らないというか、踏んでくとねどっか飛んでくんですよもうちょっとじわーっと踏めばいいんでしょうけどね、自分不器用なもんで。
ということでね、とりあえず4位でフィニッシュすることになりました。15位以内ってことでね、目標は達成です。はい、今回のね、まあコリン・マクレーの奇跡2回目を終了したいと思います。まあね、とりあえず雪の中で FR っていうね、苦行を終えたわけなんですけど、で次回はね、あのエピックステージが2本になるんですよ、ニュージーランドの。だからね、次回の動画は、今回あさり気味に終わりましたけど、ちょっと次回は長くなるかもしれません。はい、ってことでね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。